皆さんこんにちは、フルーティストの岩崎佳穂です。今回は黒部市宇奈月温泉の Vlog をお届けいたします。お天気はあんまり良くなかったんですけれども、気温は東京よりちょっと寒いかなぐらいでした。雪も多少残っていました。そしてお世話になったのがこちら紀仙というお宿です。素敵。入るとすぐね大きい窓があって外の景色が見えるようになってました。3日間ともねちょっとお天気はあんま良くなかったのだけ残念ですが、まあこれはこれでね雰囲気あって素敵なんじゃないかなと思います。山に囲まれております。そしてお世話になった紀仙さんはお酒のお宿ということで、ロビーにこんな感じでねお酒にまつわるグッズがいろいろ展示してありました。このおちょこ結構なんかちょっと怖いんですけど面白いなと思いました。そして酒造りで使う、こう道具とかも飾ってありました。あとねお雛様もギリギリまだ飾ってありましたね。紀仙はこのラベルに書いてある漢字が紀仙でございます。そしてねピアノがねロビーに置いてあったんですよね。でこれが結構ね珍しいやつで私初めて見たんですけど、多分イタリアのブランドのピアノなんじゃないかな。パカッと開けますとクリストフォリかなって書いてあります。そしてあともう一つね変わってるのがね、ロビーが1階じゃないんですよね。これは宇奈月温泉みんな1階じゃないらしいんですけど、紀仙さんはロビーがなんと5階にありました。これだいぶ不思議だった。そして私が泊まったのはこんなお部屋です。今回一人部屋だったのでね広々使わせていただきました。そしてお部屋の窓を開けると景色はこんな感じ。私はね7階だったので結構高いところからの眺めになってます。結構雪残ってますね。白い空が白い、なんかこう山があるけど空も白くて、なんか全体的にね白い感じで、なんかこう境界線が分かんない感じですごい不思議な幻想的な感じでした。そして1日目はロビーコンサートしてお昼ご飯食べてお酒の飲してダムに行きました。ここは駆け足。そしてその後にホールにバスに乗って行きました。国際会館セレネです。この正面に見えてる丸い建物がホールになっております。入り口こんな感じ、素敵な建物。ロビーにはね私たちの演奏会のポスターを置いておいてくださいました。全体的にね丸っぽくて可愛いホールです。客席も丸い感じ。全部で何席だったっけな、500は入る感じのホールだったかな。客席側からホールを見るとこんな感じです。天井もねこんな感じで素敵になってました。そしてその後合わせをして宿帰って夜ご飯を食べて1日目は終了となります。はい、2日目まずは朝ごはんですね。こう旅館の朝ごはんっていいですよね。すごい豪華な品数の多い朝ごはんでした。個人的には卵かけご飯がめっちゃ美味しかったです。そしてホールでリハーサルして、お昼はね町の方が作ってくださったものをいただきました。そして同じ建物に美術館があってその中も見させていただきました。で練習終わった後ねちょっとだけ自由時間があったので、割とメンバー全員で有名なカフェモーツァルトというところに伺いました。ここのねマスターがなかなか面白いマスターで、こう宇奈月温泉はザルツブルグに似てるって30年間言い続けたら町でモーツァルト音楽祭が始まったという、何でもこう言い続けるって大事だななんて思いました。本当にねたくさんモーツァルトグッズが置いてあって、
なんかちょっと海外旅行に来たような気分が味わえました。こうなんか作曲家1個絞ってグッズ集めるって結構面白いですね。ザルツブルク私は行ったことないので、いつか本当のとこにも行ってみたい。そしてウインナーコーヒーをいただきました。これも美味しかったです。これマスターね、こんな感じ。外観はこんな風になってました。そして夜ご飯もこれまたね豪華だったんですよね。とにかくねご飯が美味しくってみんな太ったって感じでした。そしてこれホタルイカのしゃぶしゃぶっていうのを初めて体験しました。めちゃめちゃ美味しかった。これもうホタルイカね旬だったのでいい時期に行けてよかったなぁなんて思ってます。そして毎週ね花火を打ち上げているそうで、私たちも見ることができました。去年ね夏花火大会全部中止になっちゃったから、すごい久しぶりに打ち上げ花火見たなってみんなで話してました。やっぱ綺麗ですよね花火。ちょっとね外寒かったんですけど楽しかったです。というわけで2日目もこれで終了。3日目はね本番だったのでちょっと駆け足です。あんまり動画撮れませんでした。ゲネプロして、学長もゲネプロして、そして本番終わってパチ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 、楽しかったです。帰るのちょっと寂しいぐらい楽しかったですね今回の。そしてメンバーで最後ね新幹線乗る前に黒部宇奈月温泉の看板の前で写真を撮りました。というわけで演奏旅行の Vlog でした。最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。